和樹の本屋さんへようこそ。本日の2分解説は藤吉達三さんの結局すぐやる人が全てを手に入れるです。あなたは成功している人とパッとせずに終わる人の違いをご存知ですか？そう、行動力です。いや分かってるわ、偉そうに当たり前のこと言いやがって。それができないから困ってるんやろ。という方のために、今回はすぐ行動できるようになる4つの方法を紹介します。まず1つ目がゴールまでの見取り図を可視化するです。今現状はどうで、ゴールに着くまでの何が課題問題なのか、そこに対しては何が必要で何をやるべきなのかを書き出してください。これは頭で考えず書き出すことが重要です。この時問題に対する対策は具体的にどうするのか、一つだけでなく他の方法はないのか、初めの一歩は何をすべきなのかを明確にしてください。二つ目が悩むのでなく考えるです。いつまでも結論を出さないのか、仮にでもすぐ結論を出すのか、できない理由を探すのか、どうしたらできるのかを探すのか、相談してもアドバイスを聞かないのか、人のアドバイスを取捨選択するのか、結論を出しても行動しないのか、結論を出したらすぐ行動するのか、あなたはいつもどちらですか？前者は全て悩むで、後者は考えるです。悩んでいても何も解決しません。問題を解決するには考えることが必要なので、悩んでいたら考えるに頭をシフトさせましょう。3つ目は不安をコントロールするです。過去、現在、未来、いろんな悩みがあると思いますが、それを全て書き出し、客観的に見たらこの不安は感じるべきなのか、どうしたら具体的に対応できるのかを考え、答えが出たら書いた紙をぐしゃぐしゃにして捨ててしまうと気持ち的にもスッキリします。また最悪の事態を考えてその挽回策を見つけておくのもおすすめです。4つ目が気分と見方を変えるです。結局自分のメンタルをコントロールするにはこれが一番です。様々なものが気分の良し悪しに関わってくるので、例えば周りを整理したり、場所を変えたり、言葉、表情、生活習慣を良くすることを心がけてください。またトラブルが起きた際も全体から俯瞰してみたらどうか、上司から見たら、クライアントから見たら、全く関係ない第三者から見たらどう見えるかを考えると、状況に流されず冷静に対処できるようになります。以上4つの方法を使って漠然とした不安にとらわれず、すぐに行動できるようになり、あなたの望むものを手に入れてください。以上、和樹の本屋さんでした。